王赤神は中国東大中期の囲碁の名手で国主と呼ばれた。囲碁十分けの作者、及び沈上頭の手筋の発見者とも言われる。当の元祖の頃に農家に生まれる。早くに父母を亡くしたために山に入って芝刈りで働いたが、当時山中に多くの仏教寺院があり、ここで僧侶たちがこう楽しんでいたのを見て、こう覚え、やがて僧侶たちも上回る腕前になる。 その後旅に出て、腕を磨き、これが長安に伝わって、幻想に招かれて、気まちみことのりとして使えた。外出時は常に竹筒に入れた紙製の5番と五石を、携えて、人々と対局したという。ある時金谷園で、表広しと対局して2勝4敗となるが、次に3連勝して5勝4敗となる。これが、金谷園究極図として有名となった。 安史の乱で、幻想が職に逃れた時に、王石神も随行し、山中の路上で宿した民家の老婦と、嫁から人間の敵のない語の技を授かったという伝説が、周域に記されている。王石神は、語の清髄を記したという、語経を表したとされるが、現存していない。また後の記書にも多く紹介されている、以後十分けの作者とも言われるが、確かではない。 12世紀に出版された、貴書、防有機吉学集には、王石神が発見した、数子界に進むと呼ばれる名手が記載されている。黒の手が白からの二つの主張を一手で防いでいる。ありがとうございます。